中学3年生の女子です。好きな男の子が本当に好きなのか分かりません。2人で電話しながらゲームしたり、学校で話したりするのはめちゃくちゃ楽しいけど、付き合ったりするのはちょっと違うなって思います。でも、人としては本当に大好きなんです。確定ではないですが、その人が私のこと好きという噂が回ってきて余計悩んでます。また高校で別々になっちゃうのも不安です。どうすればいいと思いますか？司会長、お願いだね、こういうこと。ありがとう。お願いダーリン見て聞いてですね、うん、いやこれピックアップしたのがなんかこう、はいはい、お悩みとかもあるんですけど、はいはいはい、この好き私のことが好きという噂が回ってきてっていうのがちょっとなんか、うん、うわーって思ってお前エアップだから分かんないとこ来たななんすか経験ないと分かんない質問来たないやまあだから僕が二次元のものコンテンツに対してこのことなら、うん結婚してもいいなと思うラインってことですよね独占欲とかって考えるとやっぱこの子のために何万課金できるかなって考えた時ですよね、うん、あーちょっと暗い話になってきたそのなんか7万いったら撤退しようと思うのか、うん、何歩つぎ込んででも引こうと思うかがやっぱ好きのライン、ね、あー7万でやめるは好きじゃないってこといやは恋愛じゃないですねめんどくさ意味わからん10万だろうが20万だろうが引くぞって思ったらまあそれは好きっすよ、ね、ああなんかやってたね原神のなんかああもうそれやっぱ恋してるんでするわけですよ、うん、あー恋してんだえどういう子なん、うん、そいつあーいやもうあと3時間かかりますけどいいっすか、あとそいつっていうのやめてもらっていいっすかあーごめんね誰かわからんけど、うん、じゃあその なんだろうなでも好きとかって、うん、まあでもどうなんすかねむずいな好きのラインか一生わからない問題だと思うわこれ一生わからない問題いろいろあると思うんですけど、うん、二次元のものにドハマりしてる人に対して嫉妬ってするっすか例えば彼氏がなんかめちゃくちゃなんだろうなこう深夜アニメとかのキャラクター大好きみたいな、うん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 、てかまあ究極言ったらこうリスナーさんとかが、うんこう彼氏彼女がいたとして、うんまあ、星川さんとか僕とかを推してるあみたいなのに対して嫉妬するかしないか問題なんか VTuber は嫉妬するけど二次元のアニメキャラだったら、うん、自分と真逆のタイプじゃない限りは嫉妬しないかもあ真逆のタイプだったら嫉妬するんですか嫉妬するだってそれじゃあ好み星川じゃないじゃんってなるあーなるほどななんかいる星川と真逆のキャラでパッと思いつく人長戸由紀じゃないですかちょっと待ってわかんないな星川が分かりそうなのがいいな星川が分かりそうなの、うん、あれ本当にオタクかあれいやそうだなあれ選択肢が多すぎてか、雪の下雪のとかじゃないですかあーはい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 確かに、うんうんはいはい、って言われたら、はい、なんかもうちょっとじゃあカッコつけた方がいいかなみたいなあなんかもうちょっとピュアでいった方がいいかなみたいな。はい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 、はい、なんか思うな、うん、悲しくなる。え思わない？割と嫉妬深い派なんすか？は誰でも思うだろこんなん。え僕全然思わないと思うけど。二次元で真逆のキャラをされてても？うん。VTuber でも。僕と真逆のキャラって言ったら、うん、誰だろう？誰思い浮かべます？真逆のキャラ。やっぱ誰だろう？絵画と真逆のキャラ絵画と真逆のキャラちょっともしかアニメさちょ誰かいないみんな孫悟空ねえ星川もそれ見て笑った今いや別に孫悟空いたとしても別に私孫悟空ガチ恋なんだよねって言われても別にああ悟空いいよねってなるっすか、ね、え待ってこれちょっと違うけどさ長尾は長尾ああ別にでも長尾は例えば自分に恋人がいたとして、うん、長尾を推してますって言っても別にそれはいいよって言うかもしれないですねだってバルツがいて長尾のペンル振ってんだよまあいいんじゃないですか別にうんまあじゃあ星川さんは、うん、彼氏がいたとして、うん、フミさんとか山上さんのペンライト振ってたら嫌ってこといやだねそっちと付き合えよってなるああ嫌なんだ意味わからん。僕全然なんかいいなと思っちゃうんですけどね。でもなんかそれは多分そのさっき言った価値観があって、うん、そのなんかこう見てほしいのが
その配信者とかステージにいるカイラハルじゃなくて、あプライベートを生きているカイラハルを好きになってほしいからっていうのもあるかもしれないですよね、うんうん、なるほどね。そっか、もう完全に別物だと考えられてるってことか。うん、だと思う。そう、コメントにもあるけど推しと恋人は違うっていうのはあるかもしれない。一生わからんな。へえ、うん、でも、うん、長尾のこと推してたとしたらめちゃくちゃ全部やめとけっていうかもしれない。あ、まあ推してるんだったらいいですけど、うん、ガチ恋はガチ恋ガチ恋はやめといた方がいい。あいつ本当に片付け下手だよって。あー、星川からも言うわ、長尾はやめとけ、飲んでりだからって。ひどすぎるだろ。めちゃくちゃオブラートに包んどいたのに。うん、デリカシーないからやめとけって言うわ、うん、まあでもなんかそのデリカシーのなさがいいんですけどね。まあ友達としてはね、おもろいよね、うんうん、大変やぞと。マジで片付けせんぞ多分と。司会からこそわかるんだね。そうそう、あ、家行ったことあんの？家行ったことないですよ。あ、そうなんだ。なのに片付け、うん、なんでわかんの？いやだってもう、うん、所作を見ていればわかる。お前ど失礼だぞそれ。いや、長尾と一緒に飯を食いに行った時の皿の周りの散らかり具合とか見たらわかるって。皿の周りに散らかるって赤ちゃんかよ。皿の周りが違う、なんか食べ物で散らかってるとかじゃなくて、そのあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ置いてるんすよ。あ、なるほどね。なんかその例えば、うん、空いたお皿とか僕結構重ねちゃうんすよ。へえ、いいやつ。ガシャガシャって、うん、なんですけども長尾はバーって結構散らかってるから、うんうん、やっぱそう、そう赤ちゃんみたいな。びっくりした、なんか焼肉行ってさ、焼肉のタレ散らなんか飛び散らかしてるみたいな。いや、そういうことじゃないっすよ。あ、違うんだ、びっくりした。なんかそういうとこがあるか、まあ、片付け下手だろうなみたいな。はい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 、うん、まあ、あの星川さんは嫌なんですね、自分以外を推してるみたいなのがね。やだ、耐えられない、無理。へえ、うん、じゃあなんか逆に自分と近いとかだったらいいんですか？めちゃギャルなキャラみたいな。あ、うん、アニメだったらいいよ。あ、めちゃくちゃうるさくてギャーギャー言ってて、うん、いや、まあ星川はちょっとそれは違うから、アホで、うん、ちょっと嫌かな。もうちょっとなんか清楚でおとなしくて、あ、なんか頭良くていい子だったら、あ、まあいいかなって思うけどね、うん、聞いてる話ね、うん、聞いてる、うん、お前に言われたくねえんだ、かわいそうとか。ちゃんと自分をね、うん、第三者の視点で見られるって大事だなって今思いました、本当に。うん、ちょっと黙ってもらってもいいですか？うん、はい、だ、晴れ星コラボ今日が最後かもしれない、そんなこと言うなら。そっか、これにて、うん、これにて終了、案件のみお待ちしてます。これにて案件にもうのみのみのみね。案件のみのみのビジネス、晴れ星ありがとうございます。ありがとうございました、うん。